ギャラの、はい、本当はあの出演前に決めるんですけどね。そうですね。どのぐらいで。いやー安いなー。唯一無二の女優キキキリン。私からなんか出そうったってそれは出ませんよっていうのも本当のところでね。なぜ彼女に魅了されるのか。いいね、このシワがみんな伸ばそうとするけどさ、せっかくできたシワだからさ、もったいないんじゃない。よーはい。役の努力ってね、生きていくことの努力ってのはあるかもしれない。じゃああんなに旅を染めることないのにな、みたいな、ね、コーヒーとお茶で残ったので染めたんだから。ただただ撮ってただけでもまあ面白い人間だよね。癌になってこれだけ全身に転移してるの。だから置き去りにしてくれって言ってるんですよ。みんな自立してくれって。彼女のユーモアに隠された前向きに生きるヒント。未熟なまんまで終わるもんですねっていうのもまたよしと。キキキリンを生きる。